ひなさんが出てきています。今場内アナウンスでは紹介されていますが、地元京都出身、同志社高校の1年生16歳、今年の全日本ジュニア第3位、世界ジュニアでは第9位です。今度のグランプリシリーズファイナルジュニアトップの成績で参加するんだそうです。地元京都の第5 FSC。 NHK の人間ドキュメントのでおなじみのテーマ音楽、加古隆さんの黄昏のワルツです。失敗です。今のジュニアは佐藤さんの頃と比べていかがでしょう。本当にレベルが上がっていると思います。そうですか。皆さんトリプルルッツまではもう当たり前。ジャンプで言えば佐藤さんの頃っていうのは大体ジュニアではどのあたりなんですか。まあ、私たちの時代にもトリプルルッツまでトライをしていましたけれども、ここまで大勢の選手が揃ってコンスタントに降りてくるというわけではありませんでした。はい、そうですか。五十嵐さん、そのあたりは体の発達もあるんでしょうが、コーチングの仕方も随分変わってきてるんでしょうかね。あとですね、やはり伊藤みどり選手がすごくやはりジャンプでね、素晴らしいジャンプを飛んでたんですけれども、その要するに飛び方っていうのですかな、それが新しいメソッドとして、みんな研究したっていうのが今のねジャンプのこういう発展につながってるんじゃないかっていう気がしますね。なんだかバレリーナのように。ああ、そうですね。美しい。同志社女子高校1年、全日本ジュニアの3位、太田由紀奈さんでした。